どうも、くまです。今日はこの冬に私が着回しているワードローブを紹介します。冬はやはり防寒が一番大切なポイントですが、そんな中でも動きやすく、なおかつ単純に選べる組み合わせを意識して私服の制服化を私は続けています。それでは紹介していきましょう。街でも山でも、まずはアウトドアスタイルに近い組み合わせから。春先に購入したアークテリクスのベータ LT。 3層ゴアテックスが持つ厚みのある生地感で、冬でもレイヤリングをしっかりすれば冷気を防ぐことができます。そんな中に着用するのは同じくアークテリクスのアトム LT フーディ。インナーとしてもアウターとしても取り回しやすいインサレーションです。着用者の動きを支えるストレッチの効いた素材感、運動性を損なわない作りと容易に重ね着できる使いやすさがとても便利な一着。ボトムは好きなアウトドアブランドから山と道のメリノ5ポケットパンツ。こちらはアウトドアで使いやすいようにポケットが5つになっている部分もポイント。街でも便利に使える機能性を持っています。温かみのあるメリノウールを使用し、落ち着いた深みのある色合いなので、アークテリクスの色味と非常に相性が良いです。シューズはニューバランス 990V3。 街ではこんな感じでスニーカーに合わせています。ニューバランスは割とどんなスタイリングでも自然に馴染んでくれる部分がとても気に入っています。 V3 は本当に使いやすい一足ですね。トレッキングやアウトドア環境でのオフの日はこちらのメレルのカメレオン8。コアテック素材を用いた機能性とビブラムソールが与えてくれる安定した歩行性能で、どんな環境でも安心感をもたらしてくれます。ウェア類がアーバンアウトドアに耐えうる印象を与えてくれるプロダクトなので、シューズを変えるだけで山と町どちらにも対応してくれるようなスタイリングになっています。動きやすく暖かく、こちらはデサントのロングスリーブレスダウンにノースフェイスのクライムライトジャケットを合わせたスタイリング。シェルジャケットは風を通さず、中はロングスリーブレスダウンが保温してくれるので、見た目より実際はかなり暖かいスタイリングです。中にしっかりとシャツやインナーを着ていれば、冬でも動きやすいシェルジャケットで過ごすことができます。このロングスリーブレスダウンはミッドレイヤーとして着用できるちょうど良いダウンのボリューム感が嬉しく、色を合わせることで良い感じの印象に落ち着きます。ボトムは通年履けるムジラボのクロップドパンツ。そしてシューズはニューバランス M990V4。 黒で合わせた洗練された着こなしにちょうど合うようなデザインにしています。チャコールグレーの中間色が良い具合に落ち着きを加え、行動的ながらもタウンユースに合ってくれるようなスタイリングを意識しています。私は冬でもやっぱり動きやすい格好が好きですね。ゆったりとした感じよさを。代わってこちらはコートを用いたスタイリング。こちらはアンフィルのオーバーニット。毎年着用しており、鮮やかながら深みのあるグリーンのカラーが冬の着こなしにアクセントを加えてくれます。ニットの上に羽織るコートはナナミカのゴアテックスバルマカーンコート。ゴアテックス加工が表面に施され、雨にも強い機能性を持っており、なおかつ膝までの絶妙な丈感の A ラインシルエットがとても感じよい一着。コートは本当にこれ一着で良いと思えるくらい長く使えそうで気に入った一着です。スタイリングに落ち着きのある感じよさを与えてくれますね。ボトムは無地の肝テーパードパンツ。ベルトがイージータイプになっており、とてもリラックスでき、肝が与えてくれる温かみのある印象が冬にぴったりのボトムです。そんなボトムに合わせるのはニューバランス M992。 だんだん履き方が分かってきた992。こんな感じでややオーバーサイズのシルエットによく合い、しっかりと A ラインを支えてくれるような安定感のあるデザイン。やっぱり秋冬に似合う一足ですね。こんな感じのコートスタイルでゆっくり過ごせるようなオフの日が私は好きです。中はしっかり暖かいんです。こちらはムジラボのアゼアミクルーネックセーターとバルマカーンコートの組み合わせ。先
ほどと一緒だし、秋口にしていたようなざっくりめのスタイリングでは少々肌寒いのでは？そう見えるこちらのスタイリング、実は中にもう1枚インナーダウンを着用しています。こちらは無地のポケッタブルダウン、非常に軽量でコンパクトで暖かさは抜群。こうして体の中心が温まっているだけで快適性は大きく違いますよね。ボリューム感が少ないダウンなので、コートを合わせても着膨れ感もなく感じよいです。これであれば真冬も暖かく過ごすことができます。そんなスタイルに合わせるのは、先ほどと色違いの起毛テーパードパンツにビルケンシュトックのギルフォード。ニューバランスで外すコートスタイルも良いですが、やはりこういったレザーシューズで綺麗に落とし込むのも丸。秋口はマーガレット・ハウエルのマスタードソックスで遊び心を加えましたが、冬は同じソックスのオリーブカラーを選択。落ち着いたカラーリングで無難ながらも安定のスタイル、けれど暖かくて過ごしやすければいいんです。私の真冬はこんな感じのスタイルで過ごしています。ということで、いかがだったでしょうか。私服の制服化を用いた冬のスタイリングを紹介してみました。これまで4度のシーズン4回にわたり紹介してきましたが、洋服の知識が何もない私のスタイリングを見てくださり本当にありがとうございます。実際1年間私服の制服化を発信してきた中での気づきやまとめも今後動画にしていきたいと思っています。ということで、今日のクマログ生活の山小屋はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。